シベリウスモニュメント園内の池地図、シベリウス公園は、ヘルシンキのトゥーロ地区に位置する海岸沿いの公園。様々な植物が植えられており、1983年にマウヌコイビスト大統領を記念して植えられた木もある。園内には、小さな人工池がある。公園は海岸に沿って西へ走る、メリカント通りによって遮られている。交通量の多いメケリニ通りが公園を二つに、 分断しており、通り沿いの南側には、フィンランド最古のパターゴルフ場である、シベリウス公園ゴルフ場が学生らによって手入れ、されている。シベリウス公園内には彫刻家のエーラ・ヒルツネンが1967年に、制作した、シベリウスモニュメントが設置されている。他にも、アーレ・アールトネンが制作した、ジョジョシ、カレワラにまつわる作品、イルマタルト・カモが、メケリンに通り沿いにある。 19世紀には、現在のシベリウス公園がある場所にブラバラ、キンクーラとミラマールというビラが建てられていた。ブラバラビラの主となる建屋は、今も公園の北側に残っており、2011年まで、そこでピールパティ幼稚園が運営されていた。2016年になって市によって住宅として売却されている。公園の南側にもビラハムレビィックもしくはポリグイン。 ビラと呼ばれる建物が残っており、市の幼年センターが入居している。1906年に通路の区画整理が実施された際には、現在公園となっている区画を2つに分割する案が出されたが、1916年に公園として整える計画でまとまった。当初の公園の名称はホップ公園であったが、1945年に、 作曲家のジャン・シュベリウスの生誕80周年を記念して現在の名前に改められた。ウィキメディアコモンズにはシベリウス公演に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。